皆さんこんにちは。新木場駅から臨海線で渋谷に向かいたかったのですが、大崎止まり。このチャンネルでは私が過ごす日常の様子を毎日アップしております。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、臨海線にも大崎止まりがあるということを今知った状態でございます。山手線では、大崎止まりのトラップにはまることがたまにありますが、この臨海線でも大崎止まりがあったとはと、少し途方に暮れております。道理で空いてるはずだと、山手線の時も同じように感じるあのトラップでございます。しかし山手線と、臨海線とで一つだけ違う点がありました。山手線では大崎止まり、臨海線では大崎行きとポジティブな表現でありました。はい、大崎に着きました。今まで乗ってたこの電車は折り返しで新木場に戻るということで、私は向かいのホームで、新たなる臨海線に乗ってこの先恵比寿渋谷というふうに向かう形になります。ちょっとこの辺りの抜けたところで、待つことにしましょう。新たなる臨海線が到着した模様です。はい、こちらに乗って、渋谷に向かいますが、私が待っていた場所はグリーン車の場所。普通車両まで急げ急げ。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いします。